3泊4日沖縄宮古島旅行3日目第15弾です。今回は沖縄宮古島のおすすめグルメ、地元にも観光客にも人気のお豆腐料理屋さん、油脂豆腐やおそばが絶品なんです。ミナー屋さんへ向かいます。旅や観光を楽しみながら美味しいグルメを探して、美味しいおすすめの場所を共有していく沖縄大好きアラフォーアラフィフ夫婦の Vlog です。過去の旅動画再生リストにまとめてありますので、チャンネル登録してぜひご覧ください。インスタグラムの食いしん坊ともちんもフォローお願いします。それでは今日の動画スタートです。ここがみんなマイヤーでしょ。まだやってない。まだやってない。北東に進みます。次を左、およそ100メートル先、左方向です。行ったことあるとこじゃん。左方向です。行ったことあるんじゃない。これあ、そうなの。駐車場あるとかね。結構知らない。およそ600メートル先、目的地です。いいじゃん。このハウスのとこ右入ってたところに、なんか植物園みたいなのと見学コースがあって、それ行ったことあるじゃん。それじゃないよ。ちゃんこまだその緑ぐらいかな。ああ、それこそ違うな。もうちょっと旗のとこか。あ、ほんまや、旗のとこやね。なんか名前が出てる。冷凍のマンゴージュース、これもらえる。もらえるってか、買っていく。これだ。1000円ぐらいかな。そんなすんの。すごいね。あ、そうなんですね。わかりました。持ってたら寒い寒いしやし、風さえ当たらへんかったらめっちゃ暑いなもん、ね、すでに暑いやもん、うん、焼ける感じやもん。あ、暑い。どこやった。暑いわ。美味しい。
すごいね、美味しいね、お出汁が。ジューシーが入って揚げてんの？あ、パリパリ。かぶりついたね。いや、かぶりついた。美味しい。全部食べて。そう、前来た時もね、もうめっちゃうまくって、うまい、美味しかった。暑い、ようやく半袖になれたで。暑い、全然寒い。いや、こうでなくっちゃ宮古来て寒いって言ったらあかん。ゆくいね。すごい、昨日の天気は何やったんやろうかっていうぐらい、うん、ゆくいじゃないよね、これ暑いよな、もう。あ、暑すぎるわ。いいですね。まもなく左方向へ。左やって、俺ずっと感覚がちょっとちゃうな。それはいつも。高音地にも程がある。程がある。程がありますよ。自覚なさるといいと。いつも携帯のせいにしますけど。暑っ。あ、俺ちょっと違うわ。俺こっち向いてる感覚やな。島のこっちかも。でもこっ
っちなんよ。どっちでもいいねんけど、ちょっとは聞いてくれなって。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。